かみそうやで、こういうの。やばい、無理かも。いやー、怖いな。下川チャンネル。皆さんこんにちは、下川チャンネルの下本です。もうほんま怖い、もう。ということで本日は4年ぶり大復活、オリプからベラドンナペラまで帰れません、日本橋。もうここがまず嫌なんやな、もうトラウマなんやな。でもその時はここ日本橋で当たるまで帰れないって言いながら俺たちは帰ってしまった。いや、じゃあ売り切れになったからそれ。もう今回は前回のカードボックス日本橋店とは違って、フルコンポ大阪日本橋店で一口5500円くじにベラドンナで、その他にもレッドゾンZの当時はなかった筋トレジャー、テックダの破壊 GoPro もデスザーク、総流の大地、安心安全ラストワンございます。ルドルフアルカリアス。いやいやいや、ラストワンまで勝ったらあかんねん。もう結局そうなったら繰り返しやから同じこと。残り口数27口。でも3口買われてるやん。から本日はベラドンナ当たるまで待った。ちゃん大丈夫？4年ぶり大復活やっていきたいなと思います。ベラドンナの花言葉は死の贈り物やから。どういうこと、どういうこと、うちらが爆死するってこと？買ってきました。4年前と同じく5個ずつ。4年前より死は5個以上増えました。おかしい。じゃあいきます。まず1つ目。はい。あー、なるほどね。なんかいっぱいいっぱい入ってるじゃん。ちょっともう久々に震えたもん。ちょっと店員さん笑ってたもん。いきます。はい。あー、ブーパン。はい。エグゼツインズソガヒカの、あー、ギャイアの、あー、神跡一番。ブラキオドラン、ちょっとどっち使うかねっていう。あー、まあ違う、あの、何が当たろうか結局これもうベラドンナ当てないと意味ないから、もう終わらんから、もううちゃしてんねん。はい、2パック目。でもさ、未だにこの高価格帯のオリパの一番目玉にベラドンナがあるってめちゃめちゃすごくない？見る目あるくない、うちら。マジで。じゃあ行きます、2パック目。はい。マグナレのノーマル。はい。アッチャガイソ。あ、の通常が2枚で、以上。まあ、でもさ、もうこの4年でなんていう、主人公もあの頃とは変わってさ、アビスができても象徴じゃない？だケラハズレ。3パック目。もう全然ここで当てよう。もう苦しんでる下川がおもろいみたいな、もうそういうのやめようや、そういうのやめて、もうこれで、この4年言われ続けたわ。よかったよかったみたいな。いきますよ、3パック目。はい、はいはい、ふんふんか、ん、はい、けんすけ、なに、おー、VT のおとしく、おーおーおー、いい。もうこんなおったらベラドンナなんてもう出ることすらさせてくれませんけどね。なんか嫌やな、フラグみたいで。でもなんかハズレのフォローがだんだんなんか年々上手くなってる気がする。職業病やな。4パック目。アリアン。はい。ブーパン。何、おー、フェアリーリライフの、おー、神アート、フェアリー神アート一番最初のな。でもこれあれやで、あのベラドンナのプロも書いてらっしゃる新月先生が書いたフェアリーリライフ、だからもう実質ベラドンナじゃで。ラスト5パック目。いきます、ラスト。はい。ブロンズアーム、ハイパーモード。はい。ラウラギガ、ドギラゴンハイパー、おー、通常2番。うわもう最新も最新、ハイパーモードが始まっちゃったからね。そうですね。追加購入5口5,000円、当時のベラドンの1枚の相場分。いきましょう、6パック目。はい。スパイラル。はい。ハランドミッター。うそやろ、ジャガイスト。あー、これで4枚。リアリ型も黒緑型も。あー、そうだね、今流行ってますから。ラッキーセブンの7パック目。7パック目。ヤバーダンロード。が2枚。2枚、アビス組める、全部買ったら。ほんまやね、アビスおめやね。なんか有料なんやな。基本的にはもう頼む、宿泊必勝。そういうすんねん、すんねん、すんねん、やんで。あ、ごめんね。8パック目。ブーパン、さっきと一緒。オールトザウルス。はい。おー、ソウルの大地。おー、プロモ星ソウル小当たり。小当たりではないか、もうとんでもない当たりかいば。やった、あの当時とは違う。いや、マジでそう、あの当時両方当たらんかってね。9パック目。きなこ。はい。クロムウェル。もういい加減にしてくれ、どうしよう。6枚目デアリブル。いや、まあまあいいか。5万5千円。10パック目。最後まで当たる方がおもろい思ってるかもしれへんけども、今日はそういうのぶち壊していくからな。何その枠。何、あー、ダンテロール、クロスク、クロスク、全部汎用カードけどベラドンナではない。追加購入。ちょっと待って、マジで。4年前と比べてメイドさんも増えました。で、4年前と同じくだん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 暗くなりかけてます。どうしよう。やばい、顎に込みっぱい。困る。それ4年前からついてんねん。もうそんなこと言ってる場合じゃないって。いきます。あー、やばい、どんどんシャッターが閉まってくる。追加購入、これで半分の15口目。ほんまに頼む。
いきます。11口目。はい、ケース。はい。ああ、ひつぜのいただき流星とが2枚。3枚や。3枚セット。おお、普通に、まあ嬉しい、使う。12パック目。はす、お願い、ブロンズアーム頼む。ああ、ひつぜのいただき流星が3枚。固まったとこから取ったやろ。13、あ、ジューソンのとかいらんか、そういうの言ったら当たらんもん。13パック目、お願いします。どうですか、守れ。どう、おおおお、レッドモアセット筋トレじゃん。やったー、当たり、大当たり。さすが中の片方。やっぱあの頃のうちらとは違うってこと。マジで楽しすぎやろ。マジでもう分かったな、みんなこれで聞いてる。ああ、でもあるある。14パック目、マジでいきます。はい、レイガーどう、外羽ねどう、フェアリーミライ。ああ、伊助先生マジでマジで頼む。15パック目。いや、これなかったら意味ないんよ、そもそも27口のうちに。でもあるから行こう。はい、オートザウルス。はい、エグゼツインズ。どうや、やばい、ちょっと待って、もうマジで、え、あの頃これをしたかった。そう、悪魔妖精ベラダンナも正真正銘 CS シール突然ベスト8プロも、もう4年経っても嬉しい。え、マジで、いや、ほんまこれはあの日なぜできなかった。いや、そうやね、もうあの時はな、最初の7口で多分本当に残っていたのか。ちなみに初期傷ないパターン珍しい。嬉しい、めっちゃ綺麗パターン。ということで、本日は4年ぶりオリパでベラドンナ当たるまで帰れない in 日本橋やった結果、オリパの総数の半分買えばなんとか当たったで、みんな。だってもう4年前47万使って当たらんかった時、この道はもうこの道をちょっともうカメラでは使いようなもん言いながら、2人でもぶつぶつ言いながら帰った。その時のうちらにも見せてあげたい、当たったよって。それ煽りじゃない。いや、確かにその時の俺は殴りかかってくるんで。見せてくんな、お前こっち47万使ってんだよ。なので皆さんもなんか志半ばでちょっとやめちゃったなっていうこととか、ちょっと一回失敗しちゃったなっていうことに、このうちらみたいに何年越しのリベンジやってみてはいかがでしょうか。ということで、本日もご視聴本当にありがとうございます。よろしければチャンネル登録、そして高評価の方ぜひぜひよろしくお願いいたします。以上、本日の下川チャンネルでした。当たらん方が面白かった説だから。おい、そういうこと言うからな。ベラドンナで当たってない姿めっちゃ好きですみたいなこと言われんねん、おかしいから。こっちやから本来はね。